こんにちは、デモンストレーターの田原英一です。今日はトキナーの新レンズ、こちらですね、トキナーの SZ33mmF1.2 ですよ。本当に大口径というレンズを用意して撮影していこうと思います。ただ F1.2 をこの真夏の太陽の下で使うということになると、やっぱり絞り開放で使うには光量が、光の量が大きすぎるわけなんですよ。ということで考えたのが、もう持っているのでネタバレですね、 ND100、 このフィルターを使うことで絞りを開けても適切なシャッタースピードが稼げるようにというふうに考えたわけです。で、まあ、ND100 ですから 6.7 段分ぐらいシャッタースピードを稼ぐことができますから、まあ、絞りで計算していくと F1.2 から数えたら F1.4 が半絞りになりますから、そこから 2.8、4、5.6、8、11、まあ8か11ぐらいの感じで F1.2 が使えるということになりますから、これを使って撮っていきます。ちなみに今これ250分の1秒で絞りが F5.6 という状態なんですけども、このぐらいの明るさですね、絞りを開けて F1.2 まで持ってくると当然真っ白になるはずということで、まあ、意外と映像上は真っ白じゃなかったりしますけど、プラス 2.0 が点滅してますね。ここでシャッタースピードをガンガン上げていけばどれぐらいカバーできるんでしょうか。シャッタースピード2000分の1秒で結構適正露出になっちゃいましたけどね、こうやって見ると ND がなくても結構いけそうな感じもしますが、動画的な意味だと ND100 ぐらい入れてもいいのかもしれません。 SZ33mmF1.2 の前にステップアップリングを取り付けて、そして ND100 をねじ込んでいきます。 6.7 段分シャッタースピードをスローインできるということは、先ほど4000分の1秒でちょっとオーバー気味と、アンダー気味か、4000分の1秒まで来るとちょっとアンダー気味という感じだったんですが、さすがにね、真っ暗になりましたね。これでシャッタースピードを落としていけばいいのかな。はい、今どんどん落としてますが、どうでしょう、30分の1秒でほぼ適正な感じになりましたよ。この時に絞りが F1.2 ということで、ちょうど狙い通りという感じですね。はい、これが今 SZ33mmF1.2 の最短撮影距離50センチのところからフォーカスを送っていこうとしているところですね。だんだんそこにある中野欅通りのバス停のところにピントがあって、はい、F1.2 のボケかなり綺麗ですね。こんな感じで撮れました。なってくると F1.2 でどうやって撮ろうかということしか興味がないですけどね。今ここが中野区役所の建設現場で、そこの前にある欅ということで、歴史があるものとこれからできようとするものの対比みたいな感じで、この後ろの工事の壁と一緒にこの木肌を撮ろうとしているところです。被写体が日陰の中だとやっぱり感度100で F1.2 30分の1秒だったのが、このぐらい感度320ぐらいに上げて30分の1秒という感じになりますね。 ND100 が入っているということを考えると、こういったことで暗いところでは暗いところなりのコントロールをしなきゃいけないという感じがします。 1.2 ということで、このぐらいの距離で手前に緑を置くと前ボケとしても活かすことができますね。こういった形で前ボケを活かして撮影ということも考えてみました。ガラスの映り込みが面白そうですね。こういった形で今構図を作って撮影をしてみました。ピント合わせは今回は映り込んでる中ではなくて外側の木のところに合わせてますが、これ考え方によってはこの中側の映り込みの方にピント合わせを取るということもできますね。このような直射日光もろ当たりの場所だとどれぐらいのシャッタースピードでいけたかというと、今こんな感じですね。125分の1秒、感度100というところで適正露出といった感じです。 F1.2 の威力は ND100 のフィルターを使ってもこんな感じになるというところですね。最短撮影距離が 0.5m、 やや遠めかなという時もありますけども、もともと SZ33mm
APS-C で 50mm 相当ということでね、 50mm 相当の標準レンズだと 45cm あたりが普通ですから、普通よりちょっと遠いぐらいで収まるかなというところです。この F1.2 の強烈なボケ見を生かして撮影できるというところが魅力の SZ33mm、 自中生産ということでなかなか手にする機会がないかもしれませんけども、健康時の中野のショップでは展示ございますので、ぜひチェックしてみてください。